生活の喉乾くじゃん、ね、なんか喋りまくるから、ねね、これ、ね、引っ張って倒すな、喋りまくるからさ、喋る、ありがとう。パパありがとう。手俺だ。バブーバブー。パパじゃない。パパって言うな。パパって言うの。お兄さん。食べにくいんだもん。めっちゃ食べにくくないこれだって。お兄さんって呼びなさい。大変なんだけど。パパって言うな。おっさんって言うな。野菜がうまい。ニーニーだ。ニーニーとかキモ。叩くかよ。何がキモ？キモかな。キモモーターじゃん。絶対関西人。美味しいですか、うなさん。やべ、食べる。いい。めっちゃうまい。俺そんなんもう食べたくない。だってもう
大阪いる間絶対太りそうだもん。そうだね、食べてばかり。だからサラダにした。いや、チキンとか入ってるからダメし。え、そうなの。え、そんなに入ってないよ、チキン。カロリー高そうです。なんかパン食べてるみたい。え、パン食べてる。パンじゃん、これ。たこ焼きとか食べ歩きたいな。たこ焼きがいいな。何杯行く？パンだよね。小さい橋行く？パン。何杯行く？なあ、なんかほんと食べづらいな。まあ、まだ紙もらってくる。めっちゃ汚れるんだけど。ボロボロなる。吸いにくいな。汗かいちゃったよ。暑いからさ。どうしたらいい？え？
回収してもらえた。血拭いた？いい。あれは？どれ？あれゴミ箱じゃないの？違う。あれ違う。こうやってやってこれを合わせる、うん、裏見てわかる、ほらこうやって合わせる、こうやって合わせる、うん、これを緩めて自分のスキル、それで固定するという、これをああこれポケットに こっちが20箱がどうする、地下鉄じゃないと。お茶は自分の飲みたいの持ってある。よっさん。よっさん。皆さん。よっさんいた。え？何？よっさんいた。どこに？さっき。何の話？春は封印してるよ。杖ついた人。コメントじゃない、コメントじゃない。いつもどっから行っちゃってよ、いろんなところ。地下鉄で行くの。どこに行くの？ナンバとかってどうやって行くの？ナンバは、あの阪急だよね、確か。え？阪急線で乗り換える。阪急って書いてる、あっち側に行けば。違う、阪急じゃないの。御堂海筋、御堂海筋線だって。御堂海筋線忘れちゃって、いつでもないと分かんないもん。あ、いい天気になったね。御堂海筋、御堂筋だ。なんか大阪の地下鉄ってさ、御堂海じゃない、ごちゃごちゃで分かんないんだよね。御堂筋線。充電されてるよ、御堂海じゃなかった。たまに切れてる時あるから、バッテリー2個ある。御堂筋線だって。パソコンでも配信できれば3時間待って。とりあえずあっちの中に入ってれば分かるよ。関西だよ。私関西。関西やで。そういえばミキに連絡してるの、生きてんの？ミキちゃん連れ出す？いや連れ出すっていうか生きてんの？おいでって。梅田に置いてって。一回帰らない。電車賃がない。電車賃がない。遊びに来る？なんかミキからなんかさ、招待が来たんだけど、あの LINE ポコパンとかってさ、さっきあいつから俺になんか変なの。そう LINE 招待のなんか招待が送られてきた。 LINE ポコパンみたいな。ポコパンじゃなくて、あのなんだっけ、あれ昔のなんか招待の変な。ポコパン、ココパンじゃない、なんかやってた。あ、つむつむ、あ、つむ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 
ケーキ屋さんだよ。絶対うまいじゃん。何ここのねえ、難波から遠ざかってるよ。目的が買わないって。左近クレープ食べてないから何か食べさせてって。たこ焼きだ。何ここたこ焼き屋さん。難波に向かう途中だったんだけど、美味しそうなお店ありそう。連れ回されてて、まあ大阪に来たしね、せっかくだし、うろちょろ。何をいろんなとこね巡らないと。ちょっと疲れたけど。カレーラーさっき食べたんだけど中途半端な。あーマジでいい匂いする。何これ、うん、なんかいいとこないかな。でも全部美味しそうなお店いっぱいがあるけど、いろんな。たこ焼きか。あ、たこ焼きじゃん。え、たこ焼き売ってんじゃん、ここにあるじゃん。花たこ美味しそうだよ。高くね。高くない。めっちゃ並んでる。美味しそう。いや、左近が唐揚げ屋さん。なんか超うまそうな。たこ焼き食べるんじゃないの。美味しそうだよ。懐かしの。買わないの、食べないの。それもちょっと聞いてください。食べたい。どこ場所もなくなる。ゴミとか捨てられたり。ああ、食べる場所がね。めっちゃ生中だ。どうぞ。エロから来ました。おい、サコ。何を映した。食べないのか。Oh.
ver, mírame en tus ojos, estás junto a ti. Piensa que tal vez estaré muy lejos de aquí. Piénsame, piénsame mucho, como si fuera esta noche. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho. Claro que sí. Así que sí. Bueno, la iba a ver más amigos. Yo creo que la se me le quita pensa y mátanos sin y por más. Como eso, hay demás. Seji, y yo muy de mucha caída cuidas ahí. Nambe no más casi. Mata a cabrón y yo como arribas. Claro que sí. Puedes cambiar. Mira, ni se me fue con este. Cachi, sí, está. ケバブ、みどりさん食べてたじゃん。ケバブ屋さんとかあるの？電車の違うとこどっか行きたいな。では難波行きたいんじゃないの？難波行くわ。だからさっきあのほらあっち側だよ電車。あっち側に行ってたのこっち側にそれたじゃん場所。卵かけご飯？こういう農家が一番おいしいんだ。まだ何も決めてない。ゴーゴーイチのさ、うん、ゴーゴーイチの肉まんはなんか商店街に売ってたな。あ、またパン屋さんだ。うまそうだね。こういうパン屋さんおいしいもんね。マカロン。あ、駅あるじゃん。そこケーキだ。駅あるじゃん。いいな。何を探しているんだい？何をビロチョロチョロチョロ。無駄に体力が減少していくのよ。分かっているの？ネギ焼き？たこ焼き？たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き、いっぱいあるよ。おじいちゃん早くしないと。ていうか道が分かんなかった。本当にガチ。あ？いやあっち側だよ。あっち側に出れば。え？あっち側出れば駅の方だって。あ、そう。あ。トイレ大丈夫？
5時間歩いたよ。うろちょろしてこっち、こっち、駅こっち、地下鉄だよ。だいたいこっちの駅に行けば中央だから、大阪駅だから、な何かしら乗り換えが。マックリンゴルを結構ほら、阪急とか阪急で行くの。ごめん、いや、御堂筋線って言ってた。ナンバで御堂筋線って書いてる。カニマスの一歩なかった。ガチで忘れた。すごいって御堂筋ってどこ。ナンバに行けるの。どこ。ナンバ。動物園だ。阪急じゃダメなの。阪急じゃダメなんじゃない。御堂筋線がいいの。どこに。あった、あ、あった、あった、地下鉄だ。ってこっち書いてる。なんかややこしいよな。よく迷うんだよね。大阪ごちゃ混ぜだから。そんなにミキを呼びたいの。てかめっちゃ人いない。おーい、ちょうどお昼時だからめっちゃ混みそうだよ。銀行に行った。人がやばい。そう、人が流れてきて。お金がなくなった。お金がなくなった。私のクレープ食べたからお金がなくなった。うまい。移動水線でナンバー歩いていけんじゃない。ナンバー歩いて。マジかよ。ポチ袋、ポチ袋、何いきなり。こういう風になってて、
あっちで買う。うわ、なんか超並んでない。超超並んでない。ちょっと見てくる。本当だ、やばい、人がやばい。っていうかさ、ナス危ない。ナスカードなんて、なんて言うんだっけ、関西の方だと何カードって言うんだっけ。イコカ。イコカ、イコカで、イコカ欲しいんだけど。イコカ欲しいんだけど。イコカ欲しいの。何何これ、ちょっと見てくる。じゃあなんかめっちゃ人が並んでる。やばくない？そう、帰省時。え？もう帰るの？あ、そっか、違うか。あ、この時期、あ、そっか、違う、あっち側とかか、帰るの。カードっていうの買った方がさ、便所違うよ。便所リコカード30日から乗り放題なんじゃないの。ああ、なんか言ってたね。じゃあそれ買って歩きます。便所リコカード。お客様にお願いします。歩きながらの携帯電話や、お客様同士が衝突するなど大変不明です。ご遠慮ください。そうなんだ、カーブ。サコン買いに行った。長い会話の。切符だよ、切符。障害者手帳持ってない。分かりづらかった。いやすごい、これ600円で乗りたい放題なんだけど、地下鉄600円、やばくない来た600円で。え、あれが不審者じゃあ私が不審者だ。変な顔して。これ600円でエンジョイエコカード。本当にいけんの、これ嘘じゃないでしょ。通ってみよう。乗り放題だ、わーい。エンジョイエコカード。
土日祝、土日だけしか使えないじゃん、ね、新斎橋のさ、ね、土日しか使えないじゃん、だから今日使える30日土日、ああ今日1日だけでしょ、1日だけ乗りたいもん、だから今日みたいな時にあっち行ったりこっち行ったりこれ使って、じゃあいっぱいいろんなとこ使わないと、そう、だから今日行きまくる、外配信しまくるから、え、これ JR とか使えんの、使えない御堂筋しか、いやいや地下鉄全部、地下鉄しか関東ないもん、ないね、関東はないね、素晴らしいね、温かみを感じるよ、そう去年もこれ気づいて買ったんだよな、確かな、そうだね、だから600円であっち乗り放題だから、あるって、じゃあとりあえず関東にあるって、心斎橋行ってみる、何番行きますか、動物公園も行って睨まれてね、私結構睨まれてる、自意識過剰なんでしょ、何睨まれてる、あ、そうとかなんでどうでもええわみたいな、やめろや、どこ行く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 、まあ、どうでもいい、ナンバ行く、ナンバ、日本橋も行きたい、オタクの街行ってみたい、ね、関西の日本橋さ、安くてさ、美味しいたこ焼き屋あったじゃん、あったけど20個とか30個とかの前にあれ美味しかった、日本橋行きたい、え？うるさい、誰かも近づけるの、顔近づけるの、俺のおはじめなんでギャーなんだよ、いつも見てるでしょうよ、近いよ、おじいちゃんじゃないの、にお兄さんって呼びなさい、ね、おじいさんとか言ってて本当に老け込んでじじいになっちゃうじゃないか、本当に、本当にもご利用ありがとうございます、黄色の点字ブロックは目の不自由な方たちの大切な道しるべです、点字ブロックの上に立ち止まったりバッグなどを置いたりしないよう協力をお願いします、ナンバー、ナンバーはどこ、あ、ゴミや、どうやって行くの、新大阪、一番線に中野駅が到着します、危険ですが発見の打ち上げでお待ちください、大丈夫、大丈夫、乗りどこ、え、この電車に乗ればいいの、ナンバー行ける、あ、行く、私も忘れちゃうし、ごちゃごちゃでさ、あ、あんた関西人、いや関西人だけどさ、俺まださ数えるほどごちゃごちゃで分かんないんだよね、いつも忘れちゃうから、中もず行きで OK だって、これ乗れば中もずもずく、ご利用ありがとうございました、梅田梅田です、この車はございませんよ、ご注意ください、一番線の電車はナンバー天王寺阿鼻子方面中本行きです、自分の方に、扉が閉まります。ご注意ください。あ、本当だ。扉が閉まります。ご注意ください。関西ってさ、こんなに電車混んでるの初めて乗ったんだけど。ナンバー。いつも空いてるイメージ。行けるで。行けるで。どっちが先？ねえ。めっちゃ混んでる。めっちゃ混んでる、ご乗車ありがとうございます、この電車は中本行きです、次は淀屋橋、なんか新斎橋からさ南部に減るんだよな、京阪線まで行きます、あ、出口は右側です、そうだね、御堂筋でいつも混んでるって、あ、そうなの、この電車は混んでるらしい、あんまり混んでるの見たことないよ、お客様にお願いします。
ショッピングとグルメが楽しめる淀屋橋オドナ。快適なマンションライフをサポート、クリスタルグランツの兄弟クリエイトへお越しの方は次でお降りください。狭い。ご利用ありがとうございます。1月8日までの間、大阪市内の小学生はお出かけキッズウィンターパスがご利用いただけます。ご利用の際は必ず保護者の方と一緒にご利用ください。何がおかしいコメントが、うん、そんなに面白いなっていうかさ、あれ俺いつもさ、何のとこ行くのさ、この御堂筋線で行っちゃって違うような感じしたんだけど、そんなにおかしい、何まだどんくらい、あと2駅ぐらい。知らないよ、だってどこ今どこ。俺あまり君の故郷でしょ。俺か、俺は関東で通りました。淀屋橋です。ご準備中ほどにお進みください。まもなく扉が閉まります。こんなに大阪来てこんなに混んでる電車初めて。淀屋橋、いや、バンいつも聞いて何がおかしい。頭おかしいね。でも壺に入った。何の壺に入った。何が付けの付け知らねえよ。壺に入った。どうする、新西海橋から ちょっとどれ、まだセントレジズホテル大阪とショップ&レストラン本町ガーデンシティ帰省お土産ご贈答伝統銘菓本地鶏の地鶏屋宗家本。これミッキーじゃないの、これおいつ家来るんとか。えこれミッキー、おいいつミッキー、これミッキー、名前わかんないけどコメントミキです。ミキえミキだったらコメントしてミキです、ミキですってコメントって。体の不自由な方に座席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。本人だった。コメントがない。そうだよ、やってわしわかんない、本当なの。もう行った方がいい、家に行った方がいい。ミキもそう、全部いい。いや今ちょっとうろちょろして遊んでる。食べ歩きちょっと散歩して連れてってやるぞ。次の駅で降りられる方を先にお通しください。扉が閉まります、ご注意ください。なるべく下を向く。工場店。ああそうだよね。次は心斎橋、心斎橋長堀鶴見緑地線は乗り換えです。出口は右側です。 The next station is 心斎橋 Station number M19 Please change here for the 長堀鶴見緑地は。いえママおらへん。車内では携帯電話はアラームモードに設定の上通話はご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には電源早く行った方がいい。皆様のご協力をお願いします。早く行った方がいい。次は新災橋大場前です。新築マンション1戸建てを分散するエステルシリーズのミッションエステム食べ歩き2号出口レディーススーツショップホワイトザスーツカンパニークリスタ長堀店シオンブランドバッグ金プラチナ宝石時計回転販売の2人で外出てくれば連写真とか全部出してあげるよ。俺が家にいたってつまんない。いつでもいいの、うん、ちょっとさ、もうちょっとたこ焼きとか食べてプラッとしたら行くよ。とりあえずあの電話してるみたい。心斎橋、心斎橋長堀鶴見緑地線
右側の扉が開きます。ここ神西どうする？神西橋降りる？最近行ったことないよね。降りる？だって隣でしょ。なんかすぐで近いよ。じゃあ行ってみよう。神西橋歩くよ。でもでもちょっとでしょ。神西橋降りる。震災橋、震災橋で忘れ物ないようご注意ください。やめろ。もうなんかすごいね、この古さを感じる。何これ。ミキじゃねえだろ。え？ミキじゃねえだろってなんか。本当にミキじゃない。嘘疑惑が。何？嘘疑惑？いやわかんない。じゃあ本人か。いやだ、だ、大丈夫。あれだから。本当にログインなんで県外え本当にいる。ミキマーハン、マーハンさんいらっしゃい。グリコ行こう。あ、棒読みちゃん、棒読みちゃん、米ビュー入れたから。見ればわかる。あれ本当にさっきミキだった。コメントすればわかる。あ、来た。 LINE は放送してるからやめておいた、やめておいた。あ、そうなの。俺の方のね、携帯は配信に使ってるから、ウルンさんの携帯は LINE しても大丈夫だよ。俺が持ってる。あ、私の携帯は、うん、もう一個のこの携帯は米ビュー用に持ってきた。あれ、私の携帯は、あ、持ってる。ミキちゃん一緒に行こうだって求められてる。来る？くったいの。どうでした？東京人がやる。ちゃんとエスカレーターは右に、右をちゃんと、ちゃんと右だから。気を持って出ろ。なんでこっち来てんの？え、こっから出るの？あれ？なんで出口にした？どっから？出口こっち。え？下。下だった。あっち側じゃない？なんだ？結構さ、場所によるわ。しゃべりたい。なんかかっこよくないこの地下鉄。すごくない？なんかこの地下鉄。もう駅の。やばい。ご注意に入る。鼻マスクしてる。口も隠せる。心臓中。道がわからん。なんかすごいね、やっぱ。このさ、天井のさ、蛍光灯がさ、レトロ感を感じさせる。なんかいいんだけど。レトロ。まだ実家にはついてないでしょ。803個目さんいらっしゃい。あれ、ミキはアシスタントのサコンがコメント拾いますからね。ね、ほら間違い。大阪観光してる気分になれます。だからこれからね、あの震災橋、震災橋の駅で降りるんで、そこから歩いて、ね、そこで喋ってて聞こえるの。え、拾ってるの声。いや、結構拾うよ、それ近くで喋ってて。手はなんか恥ずかしいから繋がない。おいちゃん、一回ね、前池袋でね、なんか食事されたんですよ。ミキはどうしてるの？815個目さんいらっしゃい。あとどのくらい時間かかるんや。ミキね実家に帰ったら、また枠に開けますよ、はい、ウルンが臭いか。ウルンさん臭いね。今日あれ通りたいか。あ、はい、どうぞ。
ここで通るんだよ。俺はやる気あるんですけどね。王様の切符を親に。何これ？どっからで出口、いろんな出口があるけど。大丈夫。どこ行くんだよ。1番、2番。どこに出口すればいいのかな、吉村さん。なんかいっぱいあるんだけど、これさ、関西ってさ、なんでこんなごちゃごちゃしてんの？木を見るために何時間も待って。はい、ごめんなさい。すいません。ちゃんとご期待には答えました。大丸っていうことね。どこ？あ、こっちから来てる。いや、わかんないけど、場所は。どこかに行くによって、どこに行くかによって、やっちゃうなら程遠いだけですよ。上に上がってほとんどバックやらない。すごい、体にカビが生えてきた。どういうことや。829コムさんいらっしゃい。うるさい。俺が喋った方があれでしょ。うるんさん、なんかコメント拾わない。なんかすごいところ。どこ、これ。え、これ難波の方向だとどっちだったっけ。あとで実家帰りますか。こっち側だっけ。ナンバの方向が分かんないな。ウルンはもう離れてる。で、ウルンさっきもう食ってたんだけど、俺が何も食ってないんだ。どこだっけ、新菜橋なの。なんかちょっとおしゃれなさ、中の方じゃないの。お日様が出てる方に歩こう。じゃあお日様が出てる方歩きますよ。なんかおしゃれなさ、ね、アメリカ村ってどこ、アメリカなんとかとかいうのどこじゃん。ウルンの庭だよ。ほんと安心してくれ、案内してくれ。ウルン燃費悪いから、燃費も悪いし、もうすぐ力尽きるから、もうウォーキングさせて鍛え上げるしかない。うるさいな。これでちょっとグルメ食べよう。風邪移されたくないから。ああ、大阪ギャル来た。848個目さんいらっしゃい。ギャルいる。ちょっと追跡します。死ねえよおい、ね、クソが。なんでだよ。ケンモンさんいらっしゃい。え中国人になるんじゃない。誰ですかそれ。いや、早いな。もうこれなんかあっちの方行くとなんかあるんじゃないの。綺麗な。いや、なんかちょっと違う感じがするけど。どうなん。あっちの端っこ、いやー、わかんない。どこら辺なんだろう。味がある。ねえ、なんでこれ変な風に教育されてるんですか。うるせえよ。どこ。こっちの中の方とかじゃないの。あっちから生の方がない。ねえ、どんどん離れてってる。アメ村じゃないな、難波の方に。え、難波の方じゃないの。田舎やばい。なんか久しぶりになんかあんなの見たんだけど、まだいるんだな。なんか三段シートとかつけちゃってる。昭和かよ。難波でしょ。
7番わかんないです。何番かわかんない。なんかプーマのね、プーマのビルね、ちょっと映して。プーマ。プーマが見える。ナイキとかなんかいっぱいある。ニケとか、ニケとかある。ナイキじゃないの。ニケ。こっち側になかったっけ。端っこじゃなかったっけ。頑張って。ほら車と同じ方向に歩いたら、危ないガンバだって。ねあそこ。何？なんたら。いや俺たぶん。えこれまっすぐずっと行けばナンバなの？そうらしい。ウルンのナンバの言い方おかしい。まあ自由感じてますよ俺は。俺のテンションおかしいの。877個目さんいらっしゃい。昭和の化石が昭和を買った。確かに。アメ村って聞いたことないんだけど。あ、私ホーボーンティ。なんでウルンっていうのが教育されてさ、違うこういうことになってんの。渡っていいんじゃね。アメ村行くの。アメ村どこ行ったことない。あっち側だよ。本当に多分ナンバ行くんじゃないの。いや、ナンバも行って。いいよ、もう疲れたよ。何が疲れた。まだ1日長いんだよ。何が疲れた。しんどいんだよ。運輸とかわいいよ。いいよ、かけたね。お世辞だよ、じゃあ。うわ、何あの、椅子だ、椅子が。ウルンさんが疲れた疲れた言ってさ、言うこと聞かないんだけど。だって全然寝てないんだしさ、ね。俺はリスナーさんのためにさ、大阪行ったら配信ね、いっぱいしようっていうね、努力をして。俺はよく動きますよ。902個目さんいらっしゃい、903個目さんいらっしゃい。バスで寝れるわけないじゃん。だってさ、こういう時じゃないと運動させてあげられないじゃん。寝てないしさ、ウルンさんを鍛え上げなきゃいけない。909個目さんいらっしゃい。もう終わるよ、はい、放送終わるよ。ウルンさんをね、外配信でもして放送終わるよ。運動させないと、そう、たるんだ精神を鍛え直さなきゃ。もうね、ニートウォーキングでね、見せたね、あの力をね、なんか、もうちょっとね、やらなくなったら、もうなんかダメウルンに戻りましたね。917個目さんいらっしゃい。あ、終わります。次枠取ります。次枠取ります。とりあえず お疲れ様です。お腹すいたって言ってたじゃん。一日一食食えば十分だ、休みだけは。嘘だったの。あ、何やってんの、さっきからボロ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 さ、汚いな、落としすぎじゃない。あ、よっさんがいる。よっさんがいた。何にしてるよ、彼は。ヨスさんがいた。え？ヨスさん、杖ついた人が。はい、食べた。
回収してもらえた。血拭いた？いい。あれは？どれ？あれゴミ箱じゃないの？違う。あれ こうやってやって、これを合わせる、うん、裏見てるのかな、ほら、こうやって合わせる、こうやって600円、やばくない？600円で、え？あれが不審者じゃ私が不審者だ、変な顔して、これ600円でエンジョイエコカード本当にいけんの？これ嘘じゃないでしょ。そう、取ってみよう。乗り放題だ、わーい、エンジョイエコカード、土日祝、土日だけしか使えないな、ね、新西橋のさ、ね、土日しか使えないな、だから今日使える30日土日、ああ今日1日だけだよ、1日だけ、あ、乗りたいもん、だから今日みたいな時にあっち行ったりこっち行ったりこれ使って、じゃあいっぱいいっぱいいろんなとこ使わないと、行ける、だから今日行きまくる、外配信しまくるから、え、これ JR とか使えんの？使えない御堂筋しか、いやいや地下鉄全部、地下鉄しか、関東ないもん、ないね、関東はないね、素晴らしいね、温かみを感じるよ、去年もこれ気づいて買ったんだよな、確かな、そうだね、だから600円で、あっち乗り放題だから、あるって、じゃあとりあえず関東にあるって、心斎橋行ってみる、難波じゃないの、難波行きますか、動物公園も行ってみる、睨まれてね、私結構睨まれてる、自意識過剰なんでしょ、いや、睨まれてる、あ、そうだ、どうでもええわみたいな、やめろや、どこ行く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 、どうでもいい、ナンバ行く、ナンバ、日本橋も行きたい、オタクの街行ってみたいね、関西 の日本橋、日本橋、日本橋、日本橋さ、安くてさ、美味しいたこ焼き屋あったあったけど、20個とか30個とかの前、あれ美味しかった、日本橋行きたい、誰か近づける、顔を近づけるの、俺のおかしいな、なんでギャーなんだよ、いつも見てるでしょうよ、近いよ、おじいちゃんじゃないの、お兄さんって呼びなさい、ね、おじいさんとか言ってると本当に老け込んでジジイになっちゃうじゃないか、本当に、本当にもうご利用ありがとうございます、黄色の点字ブロックは目の不自由な方たちの大切な道しるべです。点字ブロックの上に立ち止まったり、バッグなどを置いたりしないよう協力をお願いします。昨今はね、風邪うつされたくないから。ああ。大阪ギャル来た。848個目さんいらっしゃい。ギャル、ギャルいる？追跡、追跡しますしねえ、おい、ね、クソが、なんでだよ、ゲームさんいらっしゃい、行きますよ、あと健康さん、
中国人だらけじゃない誰ですかそれ。いや、早いな、もうこれなんかあっちの方行くとなんかあるんじゃないの、綺麗な。いや、なんかちょっと違う感じがするけど、どこなの、あっちの端っこ。いや、わかんない、どこら辺なんだろう。味が遅いねえ、なんでこれ変な風に教育されてるんうるせえよ。どこ、こっちの中の方とかじゃないの。あっちから生の方がない。ねえ、どんどん離れてきてる。アメ村じゃない、難波の方に。え、難波の方じゃないの。田舎やばい。なんか久しぶりになんかあんなの見たんだけど、まだいるんだな。なんか三段シートとかつけちゃってる。昭和かよ。難波でしょ。7番わかんないです。何番かわかんない。なんかプーマのね、プーマのビルがね、ちょっと映してます。プーマが見える。ナイキとかなんかいっぱいある。ニケとかある。ナイキじゃないの。ニケ。こっち側になかったっけ、端っこじゃなかったっけ頑張って。ほら、車と同じ方向に歩いたら危ない。頑張だって。ねえ、あそこ何なんたら。どこ、こっちの中の方とかじゃないの。あっちから生の方がない。ねえ、どんどん離れてきてる。アメ村じゃない、難波の方に。え、難波の方じゃないの。田舎やばい。なんか久しぶりになんかあんなの見たんだけど、まだいるんだな。なんか三段シートとかつけちゃってる。昭和かよ。難波でしょ。7番わかんないです。何番かわかんない。なんかプーマのね、プーマのビルがね、ちょっと映してます。プーマが見える。ナイキとかなんかいっぱいある。ニケとかある。ナイキじゃないの。ニケ。こっち側になかったっけ、端っこじゃなかったっけ頑張って。ほら、車と同じ方向に歩いたら危ない。難波だって。ねえ、あそこ何なんたら。これまっすぐずっといけば難波なの。そうらしい。ブルンの難波の言い方がおかしい。まあ自由感じてますよ、俺は。俺のテンションおかしいの。877個目さんいらっしゃい。昭和の化石が昭和を買った。確かに。アメ村って聞いたことないんだけど。うん、私ほぼ音痴。
なんでウルンっていうのが教育されてさ違うこういうことになってんの。渡っていいんじゃね。アメ村行くの。アメ村どこ行ったことない。あっち側だよ。本当に多分ナンバ行くんじゃないの。いやナンバも行く。いいよもう疲れたよ。何が疲れた。まだ1日長いんだよ。何が疲れた。なんで県外。え本当にいるミキ。マーハン、マーハンさんいらっしゃい。グリコ行こう。あ、棒読みちゃん、棒読みちゃん、米ビュー、米ビュー入れたから。あ、見ればわかる。あれ本当にさっきミキだったコメントすればよかった。あ、来た。 LINE は放送してるからやめておいた。やめておいた。あ、そうなの。俺の方のね携帯は配信に使ってるからウルンさんの携帯は LINE しても大丈夫だよ。俺が持ってる。あ、私の携帯は、うん、もう一個のこの携帯は米ビュー用に持ってきた。あれ私の携帯は。あ、持ってる。ミキちゃん一緒に行こうだって求められてる。バッテリーも空振りあるから来る。くったいの。どうでした。どうでした。ちゃんとエスカレーター右に、右をちゃんとちゃんと右だから。気を持って出ろ。なんでこっち来てんの。何が出口。え、こっから出るの。あれなんで出口下。どっから出口。こっち。え下。下だった。あっち側じゃない。なんだ。場所による。喋ったりなんかかっこよくないのかな。すごくないなんかも近くて。駅の。やばい。間違ったじゃん。こっちも。こっちに入る。鼻マスクしたら。気持ち悪くて。道がわからん。なんかすごいね、やっぱこのさ、天井のさ、あの蛍光灯がさ、どこだっけ、震災橋が。なんかちょっとおしゃれなさ、中の方じゃないの。お日様が出てる方に歩こう。じゃあお日様が出てる方歩きますよ。なんかおしゃれなさ、アメリカ村ってどこ。アメリカなんとかとかいうのどこじゃないですか。いや、ウルンの庭だよ。ほんと安心してくれ、案内してくれ。ウルン燃費悪いから、燃費も悪いし、もうすぐ力尽きるから、もうウォーキングさせて鍛え上げるしかない。もううるさいな。これでちょっとグルメ食べよう。案内できる。あ、そう、アメリカ村だ。そうそうそう、アメリカ村、たこ焼き。あ、そうだ。昨今はね、風邪うつされたくないから。ああ。大阪ギャル来た。848個目さんいらっしゃい。ギャルいる。ちょっと追跡します。死ねえ、おい、ね、クソが。なんでだよ。ゲームさんいらっしゃい。行きますよ、あと
中国人になるんじゃない？誰ですかそれ？いや。早いな、もうこれ。なんかあっちの方行くとなんかあるんじゃない？綺麗な。いやなんかちょっと違う感じがするけど。どうなの？あっちの端っこ、いやわかんない、どこら辺なんだろう。味が遅いねえ、なんでこれ変な風に教育されてるの？うるせえよ。どこ？こっちの中の方とかじゃないの？あっちから生の方がない。ねえ、どんどん離れてきてる。アメ村じゃないな、難波の方に。え？難波の方じゃないの？田舎やばい、なんか久しぶりになんかあんなの見たんだけど、まだいるんだな。なんか三段シートとかつけちゃってる。昭和かよ。難波でしょ。7番わかんないです。何番かわかんない。なんかプーマのね、プーマのビルはね、ちょっと。パン食べたいの？私さっきパン食べた。あ、そう。クレープ。じゃあサコンだけ食べたいって。食べない。うまそうだな、この。買わないの？ロールケーキさ。めっちゃうまそうじゃない、あのケーキ。高級ケーキ屋さんだよ。やばい。絶対うまいじゃん。何ここの。ねえ、難波から遠ざかってるよ。目的が買わないって。サコンクレープ食べてないから何か食べさせてって。たこ焼きだ。何ここたこ焼き屋さん。難波に向かう途中だったんだけど、美味しそうなお店ありそう。それ回されてて、まあ大阪に来たしね、せっかくだし、うろちょろ。何をいろんなとこね巡らないと。ちょっと疲れたけど。カレーラーさっき食べたんだけど中途半端な。あーマジでいい匂いする。何これ、うん、なんかいいとこないかな。でも全部美味しそうなお店いっぱいがあるけど、いろんな。たこ焼きか。あ、たこ焼きじゃん。たこ焼き売ってんじゃん、ここにあるじゃん。花たこ美味しそうだよ。高くね？高くない。めっちゃ並んでる。美味しそう。いや、寒いです。出口の右側です。ウケだ。安全地の沖縄はちゃんとあるから。ウケだ。家ママおらへん。ないかもしれない。早く行った方がいい。皆様のご協力をお願いします。早く行った方がいい。次は小さい場所を構えです。
新宿マンション一戸建てを分譲するエステルシリーズの日照エステは2号出口レディーススーツショップホワイトザスーツカンパニークリスタ長堀店シオンブランドバッグ金プラチナ宝石時計回転販売の2人で外出てくれば全写真とかが全部出してあげるよ俺が家にいたってつまんない。え？いつでもいい。いつでもいいの？ああちょっとさ、もうちょっとたこ焼きとか食べてブラッとしたら行くよ。とりあえずあの電話してるみたい。もうここない、震災どうする、震災橋降りる、最近行ったことないよね。降りる、だって隣でしょ、なんかすぐで深いよ。じゃあ行ってみよう、震災橋歩くよ。でもでもちょっとでしょ、震災橋降りる。震災橋、震災橋です。忘れ物ないようご注意ください。もうなんかすごいね、この古さを感じる。何これ、ミキじゃねえだろ。え？ミキじゃねえだろって、なんか本当にミキじゃない。嘘疑惑が。何？嘘疑惑？いや、わかんない。じゃあ本人か。いや、大丈夫。あの、あれだから。入れまーす。本当にログイン。なんで県外？え、本当にいる？ミキ。マーハン、マーハンさんいらっしゃい。グリコ行こう。あ、棒読みちゃん。棒読みちゃん。米ビュー入れたから。あ、見ればわかる。あれ、本当に。さっきミキだった。コメントすればよかった。あ、ミキだ。 LINE は放送してるからやめておいた。あ、そうなの。俺の方のね、携帯は配信に使ってるから、ウルンさんの携帯は LINE しても大丈夫だよ。お邪魔でだから。そんなにミキを呼びたいの？てかめっちゃ人いない？おーい、パーコーン待ってるやちょうどお昼時だからめっちゃ混みそうだよ。銀行に行った。人がやばい。そう、人が流れてきて、お金がなくなった。お金がなくなった。私のクレープ食べたからお金がなくなった。お前のクレープ食べて移動水線で行けるナンバー歩いて行けるんじゃない？ナンバー歩いて？マジかよ。こういう風になってて、 あっちで買う。うわ、なんか超並んで。
超並んでない。ちょっと見てくれ。本当だ、やばい、人がやばい。ていうかさ、ナスカ危ない。ナスカってなんて言うんだっけ、関西の方だと何カードって言うんだっけ。イコカ、イコカ、イコカで、イコカ欲しいんだけど、イコカ欲しいんだけど、イコカ欲しいの。何これ、なんかめっちゃ人が並んでる。こうやってやってこれを合わせる、うん、裏見ると分かるか、ほらこうやって合わせる、こうやって合わせる、うん、これを緩めて自分の好き、それで固定するという、これをああこれポケットに こっちが20箱がどうする。地下鉄でないとお茶は自分の飲みたいなの持ってある。よっさんよっさん、皆さんよっさんいた。え、何よっさんいた。どこに。さっき。何の話。春は封印してるよ。杖ついた人。コメントとかコメントじゃない。手の中の方とかじゃないの。あ、ナンバの方もない。ねえ、どんどん離れてってる。アメ村じゃないな、ナンバの方に。え、ナンバの方じゃないの。田舎やばい、なんか久しぶりになんかあんなの見たんだけど、まだいるんだな。なんか三段シートとかつけちゃってる。昭和かよ、ナンバでしょ。7番わかんないです。何番かわかんない。なんかプーマのね、プーマのビルがね、ちょっと写してます。プーマが見える。ナイキとかなんかいっぱいある。ニケとかある。ナイキじゃないの。ニケ。こっち側になかったっけ。端っこじゃなかったっけ。頑張って。ほら、車と同じ方向に歩いたら、危ないよ。ガンバだって。ね、あそこ。
何？何から？え、これまっすぐずっと行けば何番なの？そうらしい。ブルーンの何番の言い方がおかしい。ああ、まあ自由感じてますよ、俺は。俺のテンションおかしいの？877個目さんいらっしゃい。昭和の化石が昭和を買った、確かに。アメ村って聞いたことないんだけど。あ、私ほぼ音痴、ね、なんでうるんっていうのが教育されてさ、違うこういうことになってるの。渡っていいんじゃね。アメ村行くの？アメ村どこに行ったことない。あっち側だよ。本当に多分。ナンバ行くんじゃないの？いや、ナンバも行く。いいよ、もう疲れたよ。何が疲れた？まだ1日長いんだよ。何が疲れた？しんどいんだよ。うんよ、可愛いよ。サラダにした、チキンサラダにしたよ。サラダサラダサラダ改造です。これ食べれば お茶飲む。お茶うまい。その回お金ない。あ、なんとか買える。漏らしてないわ。漏らしてないわ。こぼした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 。ないじゃん。なんかあれも。どうだかよ。ありがとう。パパありがとう。パパありがとう。手俺だ。バブーバブー。パパじゃない。パパって言うな。パパって言うの。お兄さん。食べにくいんだもん。いや、めっちゃ食べにくくない？これだってなんかお兄さんって呼びなさい。大変なんだけど。パパって言うな。おっさんって言うな。野菜がうまい。うまっ。使えるでしょ、これガチで使えるよね、このプログラム。うまい。照り焼きのやつ、なんかチキンサラダにした、チ
キンサラダにしたよ。サラダ、サラダ、サラダ改造です。ありがとう。パパありがとう。て俺だ。バブーバブー。パパじゃない。パパって言うな。パパって言うの。お兄さん。食べにくいんだもん。いやめっちゃ食べにくくないこれだって。なんかお兄さんって呼びなさい。大変なんだけど。パパって言うな。おっさんって言うな。野菜がうまい。ニーニーだ。ニーニーとはキモ。叩くかよ。